論博チャンネルへようこそ。今回は箱根旅お宿編です。2024年8月10日オープンです。今回約1ヶ月後ですね。オープンしたての旅の様子は博ちゃんと共にご覧ください。どうぞ。行こう。ドッグランかわいい。ちょっとね、ちっちゃめなんだよね。でもかわいいね、めっちゃ。立派な足洗い場だ。お世話になりまーす。わぁ、ロンちゃんとハクちゃんいる。温泉に浸かってる。かわいい。そう、1.5 階って言ってたよね。はい、おー、すごいね。うん、今日のお部屋です。こんなのいただくんですよ。これに秘密の番号が書いてあります。はい、会長。まずは玄関。コミュニティがある。おむつ入れがあります。ちゃんとこのおむつだよっていうのがいいね。うん、何のゴミ箱か分かんない。そうそうそう、うんちを入れていいのか、おむつを入れていいのか。そう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 。トイレ、コロコロ、足拭きタオル、これウェッティ、これリセッシュだな。あ、トイレもツルピカです。見てこの壁紙。わ、かわいい。これ見て、ほら、いるいる。かわいい。この一面だけなのもおしゃれだね。うん、え、何その、ワンちゃん用ベッド。どういうこと？ワンちゃんの寝るところ。え、ベッドで寝るんじゃない？寝れるよ。ベッドで寝ない子もいるでしょ。そんなのも考えてくれてんの？全員が全員ベッドで寝てるわけじゃないでしょ。結構一人で寝るよっていう子もいるよね。うん、そうでしょ。別にそういうしつけじゃなくて、一人で寝たい子っていうのがいるんだよね。それよ。めっちゃ可愛いね。ちょっと待って、大事なところ見ていい？ほら、コンセントと USB! これいいんだよね。おぉ、いいね。これは何だよ。そこ何？プールあるよね。バスかな？プールあるよね。ほら、バスじゃんや。え？ここシャワーだ。このバルカーだね。お風呂が苦手な人もいるからね。温泉にも浸かるけど、まずはシャワーでさっぱりとかさ。お恥ずかしい人だっているでしょ。そうね。わ、ここに洗面があって。これ見て、ティン君これ。近未来がある、これ。左何ですか？わかんない。え？色変わる。左なんだか、左。ヒーター？曇り玉とかじゃない？すごい。初めて見た。クレンジングある。ローション、ミルク、ウォッシュ。高級宿だよ、これ。冷蔵庫。ウェルカムドリンクがありますね、この文言だと。そうなの？うん、飲み物はご当館からのお気持ちでございます。どんぐらいの気持ちが入ってるワクワクしてる、ね、気持ちがどれぐらいかな。水かもしれないし、お茶かもしれないし、ね、普通水だから、お酒かもしれないし。普通水です。ちょっと早く見せて。牛脂じゃない。2リットル飲みたい。ちょっと飲んでいい？後にしてください。で、上にコップと、うん、これゲージだ。折りたたみの。ね。うん。あと、お餌とか。ちょっと、足でやんないでくれ。だって、この状況なんですよ。ブラシと、プールボールが、2人だからかな。2セット用意してくれてる。お水をまず入れとこう。ね、うん、はい。そして、景色。景色はでも山に囲まれてるからね。うん、こうか。端っこ分けるのか。ね。あ、でも、うまいとこ。オープンして1ヶ月ですか。8月10日。2024年の8月10日だったかな。今日は8月10日なので。ちょうど1ヶ月ぐらい。ちょうど1ヶ月。という8畳のお部屋でございます。他にも6畳があります。あ、そうなんだ。うん、広いお部屋もあったね。ちょっと半露天がついてる、もっとゴージャスなお部屋とか。うんうんうん、荷物取ってこないといけないから、はい。エレベーターがないから階段なんだよね。階段。はい、頑張りましょう。ふた付きゴミ箱。なんか可愛い北欧テイスト。あのスペースもいいね。可愛いな、これ。気に入ってる？福ちゃん。じゃあ、どっから行こう。いいんですな。あ、大涌谷より安い。なんか大涌谷だってお茶180円だ。あ、そう。ガビーン。まずは外のドッグランに座ってみましょう。ドツクのラン。めちゃくちゃ雰囲気いいけどね。
風情ある感じ。濡れてるかな、ちょっと。濡れてる？キーカンなんだけど、あ、濡れてる。昨日ほら、すごい降って、ここが木陰だから、全然下が乾いてないんだ。残念。ドロンコになって遊んでもいいけど。室内ドッグランもあるし、うん、無理して遊ばなくてもいいよ。やっぱこういう時、室内ドッグランがあるのはいいね。うん。素敵。足の長いワンちゃんはいいんじゃないかな。遊べると思うよ。そっか、ダメだって。これがあるよ、ハクちゃん。ニンジンちゃん。スタジオがあるから。ね、ね、本がすごい。ゆとりがにも本たくさん置いてある。うん。本があるのいいよね。おやつも。ここに、ここに行ってみようか。音スタジオ。おにぎりじゃない。長寿。あんたたちはもう裸だよな。裸がうちらのユニフォーム。何？ティン君で温泉入ってるワンちゃんがそっち行ったらさ、ゆるりに箱根がお座りして、お座りして、上手に取れないのは分かってます。素敵やん。なんか耳変じゃね。かわいい。ゴルフのあれみたい。なんかキッズルームみたいだね。これおもちゃだ。ピンクほら、これ。アクちゃんほら。ジュ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 まさかの。こんなのいいんですか？まさかの、アクション、食べ飲み放題ですよ。電子レンジ。炊飯器あるよ。まさか米が入ってるわけじゃない。え？米不足？さすがにそれはない。好みがわかるってこと。気になっているおやつをチェック。全部だろ、絶対。くんくんしてみる？アクちゃんから試してみる？うん。予測する？アクちゃんチーズ。アクちゃんはチーズ一番だと思う。鶏ささみチーズキューブ、うん、うん。アクちゃんはどれに反応するんでしょうか。皆さんもかけてみて。現金をかけて。賭博？賭博の推薦？ダメよ、賭博。どれかな？うん。くんくんくん。ほら、もう一直線だもん。うん、ほら。うん。あ、うん、あ、焼き芋。どれだ？どれだ？何番？何番？あ、やっぱ一番。一番。あ、一番。あ、やっぱ一番。一番がいい。一番がいい。やっぱ一番だね。はい、じゃあ、ハクちゃん一番決定。はい。ハクちゃんには一番あげましょう。ハクちゃん一番。あ、カリカリするんだ。美味しいね。ロンちゃんはそれをずっと眺めてます。ロンちゃんはわかんないんだよな。甘いものが好きかなっては思うんだけど。焼き芋。焼き芋か、小判か。全然。はい、全然。あ、うん、この一番、うん、番、うん、一番チーズが匂いが強いのかな。ねえ、そうかもしれないね。うん、下には落ちてないな。下には落ちてないね。一番のんちゃん、せめて他のも一応嗅いでくんね。そう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 、うん、うん、4番どうかな。うんうんうん、3番は、うん、ふむふむ。2番は、うん、ふむふむ。はい、これで一通り全部嗅ぎましたね。結局、ロンちゃんはどれがいいの？ロンちゃんの好みを教えて。4かな？ 4 か。4食べてみるじゃん。4か。ロンちゃん4番ね。たくさんはダメよ。はい。はい、ロンちゃん4番。はーい。持って帰れるからね、これね。いやー。めちゃめちゃ楽しい。正解は1番と4番です。14です。いただきましたよ。いただきました。はい。行きましょう。ワンちゃんが違う。本当だ。これはなんとなくダックスっぽい気がしないでもないな。いや、クマゴロウだな。クマゴロウ。これは白です。これはフェネックちゃん。これはゴンですね。ゴン。あ、ハクちゃんなくなっちゃうよ、そんなことしてると。ハクちゃん、ハクちゃん。マジ、マジ、ロンちゃん全部飲んじゃうよ。ハクちゃん、ハクちゃん。ハクちゃん、マジなくなる。おいしいやつ。あ、炎上してる。
マジなくなる。マジでなくなる。ハクちゃんもちょっともらう。多分これ無限に飲む。飲むね。あんまり飲みすぎるとお腹壊すからやめとこうね。もう美味しいね。だけど仲良くしてないの飲めないからね。なんかハクちゃんそこ気に入ってるね。うん、気に入ってんだ。貸切風呂今回予約しております。4400円税込み90分。行ってみよう。はい。どこにあったっけ？1階じゃなかった？室内ドッグランのとこか。うんうんうん。ありがとうございます。あ、ごめんね。ごめんごめん。スリッパはこちらでお脱ぎください。なんか広いな。あれ？これ何？かけ流し。貸切風呂も温泉なんだね。ね。素晴らしい。茶色がワンちゃん用で、白がニンニン用。見てこのドライヤー。なんて、なんかゴージャスなドライヤーかと思ったらね、立てるやつだった。あおー、いい匂いする。ワンちゃんはまだ溜まってないから、入れてくださいって。え、どうやんのこれ。ドッグだからこっち。ホットとこう。もうちょっとお湯多くていいかな。熱すぎる。うん、もうちょい温かい方がいいかな。ああ、かくちゃん気に入ってる。いいね、温泉。いろいろできたね。ハクちゃんなんか得意。まだこれで終わりではございませんよ。秘密兵器がありますから。行きましょう。はい、こちらだ。はい、こっちですよ。ようこそ。はい。じゃあ、やりましょう。電源、オン。ほら。今度は25度、ドライ。ドライ。うん。温度。30から40までいけるね。一番低い方がいいね。なんか怖いからね。ふくちゃん、ちょっといいですか？あ、出てる。涼しいから。あ、自分から？あ、自分から？それ大好きやね。はい、はい、どうぞ。ちょっとね、30度だと涼しい風かもしれない。あー、ほんと？これ変えられるかな。さあ、ハクちゃん。ん？これで乾くのか？ないけど。出してても言わないんだね。ないね。いい子にしてんね、お前。肩やこっちはタオル出るから。うん。これちゃんもちょっと1分ぐらいね。なんかなんて君は気なしいな。今35度。なんか寝そうなんだけど。ね、気持ちいいんだね。気持ちいいんだ、それ。あ、なんかもう、あ、嘘。リラックスちゃんになってる。ドライを吸収します。お、吸収しました。たくちゃん。やっと今落ち着いたとこだったのね。触ってみて。あんま乾いてないな。温度が低かった。そうだね。ドライヤーよりは全然暖かくない。40度って。全然ぬる風。今、タオルドライでだいぶ、ロンちゃんはね、毛がないからさ。ほら、もう入りたいの、口。乾きそうだな、これ。ね、風強いね、さっき。そうだね。酔わないね。てんてんてんを、夏にして。ロンちゃん。お、さっきよりも風が強い、うん、さっきよりも PM です。ほら見て。あ、でも開けてって言ってる。やだやだか。あんま手のやだ。あ、やだったか、うん、じゃあこっちのドライヤーにしようか、うん、はいはい、じゃあおしまい、はい、完璧には乾いてないんだけど、お時間もあるので行きましょう。ありがとうございました。
気持ちかったね。ハクちゃんは特にね、温泉好きだから。はい、両辺も食べよう。はい。アメニティはなんか必要なのあるかね。歯ブラシがあればいいかな。で、そりゃ持ってきてるし。うん。節も別に。うん、手節です。よいしょ。サムエ、どうやって切るのこれ。健康にできるんでしょうか。腕こんなになっちゃうね、じゃん。違うよ、ハクちゃんの形を見なさいよく。こうってこと？ね、一生はないんだけど。こうでこう？背中で止めんの？俺らと逆なんだ。そうだよ。どことどこを止めんのこれ。なんか変なことしてる気がするなぁ。まあ一旦やらせてみよう。こういう時はね、一旦泳がすって大事だから。これ白と白、色でちゃんと分かりやすいなって。はい、できたー。ハクちゃんの完成。お手手が抜けちゃってるじゃん。ブブー。お手手が抜けたからブブーなんだ。やっぱでかいこれ。今 M 数がないんだって。L とね、もう SS しかない。SS だからチワワちゃんとかだと思うけどね。あれ、チンコ合ってんの？なんでそんな変になってる？ほらー。出ましたよ。合ってるそうですよ。なんでそんな変なんだった？サイズがでかいからだ。さすがにこれはちっちゃいわな。お前それ完全チビ T じゃねえかよ。でも L は大きいな、やっぱり。M と S か。ちょうどない。M と S。こればっかしはしょうがないね。そうですよ。おう、たまになってるね。これを着ていくかどうかは、後ほど決めましょう。お食事までまだお時間がありますので、今回はお風呂上がりにまず一杯と。今回ちょっとご当地の酒がね、買えなかったので、いただきます。秋限定。国産リンゴ。というわけで、いきなり晩酌のコーナーです。お風呂を使いたいなと思った時に予約の都合で、夕飯を少し遅めに。早いもん順で、ウェブ予約なの。時間が食事とお風呂と、お風呂はもうだから今日の分なかった。予約取ったらすぐに自分の使いたい時間決めて予約しておくのがいいね。ネット弱者は負けますピン君今朝気づいてさ、ああやったらさ、もうね。でもね、朝もあるんで、貸切風呂ってないじゃん。次の日だいたいその日じゃん。そうだね、宿泊当日じゃん。明日の朝とかワカがあるので、うん、朝風呂に一番ちょっと、ね、そう4400円でしょ。結論から言うと、これはちょっとね、マストですね。ワンちゃんが水が嫌いじゃなければ、これはね、入れた方がいいですね。過去いろいろワンちゃんと入れるね、温泉入ってきたけど、うん、一番良かったよね。ホテルとか旅館にね、温泉の雰囲気というか。あ、壺湯みたいなね。そうそうそう。ああいうの大好きだよね。ただね、椅子がない。椅子と桶は欲しい。おしゃれなシャワーがついてる。そうそうそう。もう外国みたいなシャワーだよね。天井からね。ちゃんとこの横のやつも、両方ついてる、なんかもう最新式のあれだったんだけどね。椅子がない。おじさんはもうね、座って頭洗いたい。銭湯みたいにね。そう。で、掛け湯をしたい。そう、だからね。シャワーだけだとね。大浴場の方はそういう感じだと思うけどね。うん、椅子と桶があったらパーフェクトだった。180点。何点満点中？5点。5分の180点。で、90分だから、時間もたっぷりあるんで、うん、意外に90分も使わねえだろうなと思ったんだよ。いや。乾かされ時間とかね、入れたらね、フルに使わせてもらったような。予約取った人はね、入れてほしい。すぐにね。うまく合わさないと食事との時間がね、お風呂上がってから、お食事まで時間が空いちゃう。賢い人が、いい組み合わせでね、やってるはず。先行っちゃって、早めに気づけなかった。そうそう。我々の負けです。乾杯。のんちゃんもね、そうじゃん。まだご飯も食べてないのね。ハクちゃんがね、温泉大好きで。気持ちよさそうだった。建物自体はやっぱりそんな大きくないと思う。あとはやっぱり階段移動って言ったところが、人によっては、ワンちゃんに。荷物置いてちょっと3階だとね、往復大変かもしれない。今のところの感想ですかね。めちゃくちゃいい。いいね。天候にあんまり左右されないね、この宿。どっちかっていうと、室内ドッグランバーンの方だから。あそこが室内ドッグランってすごいよね、うん。おやつもあるし、焼きミルクもあるし。で、無料だからね、お前ら。お前ら無料だぞ。会員だから。誰でもなれますよ。登録するだけで。誰でもなれるし、俗に言うベストレートだし、長ない理由ない。お前ら二人。寝てますよ。
というわけでご飯までね待ちましょう。ついに時間になりました。ご飯に行きましょう。楽しみだ。お腹が減ってる。ちょっと早く来すぎましたね。こんばんは。見てこのお席、かわいすぎるだろ。うってか食べさせた方がよかった。全然聞いてなかったあなたにはこれを信じよう。お酒を頼むことに夢中だったあなたに。夢中になってました。すみません。ほら見てこの子かわいい。見て前菜姿見えるとギャンボエだ。でももう今はね何かもらえると思って先にご飯あげようか。トマトと人参のゴロゴロスープ付き合っていただいてありがとうございます。お座り、うん、かくちゃんお座りは。むーちゃんお座り、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 むーちゃんお座り、お座り、はい、はい、どうぞ。ごんちゃん早いよ。ごんちゃん早い。かくちゃん頑張ってる。ダメ。本当はデザートがあります。デザートあるんだ。私たち食べるからね静かにしててね。のんちゃん結局カラララララはいぴっかりです。はい、までした。ワンちゃんの鍋、これにアクアパッツァとうなぎのご飯、これが前菜。きれい。秋を感じる。もみじが乗ってる。お肉、しゃぶしゃぶ、薬味とタレ。このうなぎがご飯なの。白米ないんだ。小声で言ってきた、ティン君が。包んであるの。アクアパッツァです。おー、うまそう。食べる。アクアパッツァって何ですか。アクアパッツァって何ですか。揃った。揃いましたよ。じゃあ、いただきます。はい。なんか上になんか、なんか上なんか置いてあるな。これ、アラゴスみかん。もう飲んでるし。この焼酎がやっぱいいわ。何から食べるの？ここから？これ何これ？松坂ポークのサルティンボッカ。サルティンパン粉みたいな。サーカスだっけ？あ、うめえ。あ、肉だ。お酒合う、これ。え、何これ？美味しい。ハムのような。そう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 。うん。これ。カエデトウガン冷製仕立て。いただきます。トウガンってウリか。さあ、ジュレが下にあるね。うん。ジュレどうするの？こういうの。美味しい。美味しい？うん。ニンニク醤油の焼きチーズ。うまー。真ん中のお魚みたいなやつ。白身魚と香味野菜のエスカベッシュ。何エスカベッシュ。南蛮漬けみたいな。うんうん。南蛮漬けも米が食べる。美味しい。隣は里芋のフリット、アンチョビ田楽味噌。里芋、うん、うまっ。上に乗ってるあれがうまい。うん、美味しいね。田楽味噌にアンチョビが入ってるんだね。味噌か、味噌のこの香りか、うん、うん、すごい美味しい。これはなんとなくわかる、機械だから。姫サザエブルゴーニュ。ブルゴーニュの味。嘘でしょ、わからんでしょ、あなた。これなんかお前の方がでっかいな、それ、はい、美味しい。パン粉焼きみたいな美味しい味がする。ポークが一番美味しいから。生姜のも美味しいし、チーズも私大好きだからね。お鍋すっかりいなくなっちゃったのだけど、ワンちゃんが。うわー綺麗。これやっぱね、これだね、これ茶碗蒸しの最上級だね。どうぞ。トマトの味する。トマトとネギの泡、うん、身はプリプリで、これがあれでしょ、カラッとしてて、うん、頭の足の部分かな。カラッとの方がうめえ。匂い。匂い。これは多分混ぜた方がいいんだろうな、酸素。一緒に食べた方がいいのかもね。いくら入ってる？マジ？うん。本当だ。いくらがいい。
爆発してる。枝豆みたいなのも入ってる。ジュレのところにいろいろ入ってるね。野菜がいろいろ入ってる。うん。とあれれれれれ、美味しそう。シイタ。これがメインでしょ、このお魚が。未来だよ。もう OK。肉厚。肉厚って言うんだ。肉厚。白鳥デザート、デザート。美味しすぎるなら。うなぎの身を。うなぎってなかなかないもんね。ごま、ポン酢、ジェノベーゼ、ジェノベーゼ、梅肉、バーニャ、フレッタ、香草、パン粉、これにつけるのかな、ポン酢か、麺入れて食べたくなる、しいたけはパン粉で食べる、パン粉わからない、ジェノベーゼってなんだろう、バジルソース、牛肉と合いますか、じゃあ。バン肉と豚肉と合いますか。なんか下手くそなんですけど。何してんの、何こちょこちょやってんの、こいつ、ね、これ食べる。何食べられるよ、食用肉でしょ、ね。あ、じゃない。何してんのよ。じゃない。大体そういうの乗ってんの、食用肉だから。これは失礼したな。じゃあ、このジェノベーゼでいきますか。うん、米米贅沢だな、これこれ、なんか初めてのタレだな。しかもなんかここにもなんかいろいろ、あー私の好きな柚子胡椒、むずいな、これこれは大変だ。ポン酢でシンプル王道。これ何なんですか、味噌汁か、こんなもの、なんだこれ、わかんない。倍は欲しい。お椀が。ガブ飲み案件。気になるのこの薬膳味噌っていうのが。うまい。薬膳味噌めっちゃうまい。ここ使ってなくて申し訳ないけど。白米欲しいな、やっぱ。モバイルオーダーに白米入れてくんない？豚肉は梅肉があるんだって。合う。白米欲しいな。うなぎの味ついてるからさ、もったいない。贅沢すぎるな。もったいないんで。かだしも美味しいな。このバーニャのソース超美味しい。梅肉ソース。うまっ。あっ。あっ。なんか不思議な味する、このバーニャフレッタ。女子はみんな好きだよ。どうしようかな、何を、柚子胡椒、生姜とネギ油の香りがつくしね、これを試そう、あんまりしないな、これ、味噌が一番うまい、なぎ美味しい、なぎは何でも美味しい、これは何でも好き、ちょっと今回ちょっと全部、これ米粒全部はちょっとむずいな、あれ間違えた、あなた豚肉入れた、入れたよ、全部入れたよ、人の食ってんの、入れた肉よりちっちゃいのが入ってると思った、私全然食べてないのに取られてる、かやもがしです、うなぎもさ、あげたのにさ、テイクアンドテイク、ジャイアン方式、柚子胡椒もいいです、柚子胡椒いいよね、絶対良さそうだもん、これはこのやっぱシンプルなポン酢とそこの味噌と柚子胡椒かな、ちゃんが行方不明です、これは魔法の調味料、牛肉に合います、美味しそう、美味しい、これパン粉って何が合うんだろう、パン粉全然使ってない、おしゃれの領域が異次元なんだけど、豆板醤、豆板醤は味知ってるけど、豆板醤は豆板醤だと思うよ、貧乏人だから全部試したくなっちゃう、あら
それちょっと入れるのよ。豆板醤だけで食べるなんてないわよ。薬味として少し入れるんだから。何してるの？これ。あ、これにもあるの？そうでしょ。そうなの？そうだよ。柚子胡椒だってそうだよ。みんなそうだよ。みんなそうだよ。え、薬味だよ。味噌美味しかったよ、そのままで。赤だしが何気にうまい。何人のお肉見てんのよ。あげたんでしょ、一回。もうないんだ。あんこと牛乳。よくわかんない。ワンランク上のおしゃれな食べ方。味がいろいろ試せるのはいいよね。うん、楽しいね、これ。好き嫌いあるしさ。パクちゃんが起きた。絶対これあれだ。うどん入れたら、モバイルオーダーでうどんって何のか。麺入れたいよね。おじやでも。気づいてるな、こいつら。え？ああ、うまい。うまい？最初に飲んだ時よりも美味しい。出汁で、出汁が出てる。出汁出てるかい。お酒飲むの忘れちゃって、まだ飲んだ。うんうんうん。美味しいね。これはいいね。出汁が大注目、これ。冬場だったら何？染み渡る。今は？冬場ほどは染み渡らない。美味しい。すごく。なぜなら夏だから。美味しいね、でも。デザートの時間です。ヨーグルトとすりおろしリンゴ。いたデザートはラスト。美味しい、美味しい。ヨーグルト大好きだもんね。はい、ねえ、ね。こんなにたっぷりもらうことないもんね。スプーン一杯。はい、もうぴったり。デザート。ゴージャス。これティラミスなの？マスカルポーネが入ってるもんね。うまい。これハクちゃん食べられる？ね。お前のくんかーい。おいしいね。肉球はチョコです。全部。見た？ロンちゃん怒りにわなわな震えてますよ。ありますよ。そうでした。お菓子食えないな。そりゃそうでしょ。やばいな。ちゃん、おはようございます。ななちゃん、おはよう。なくちゃん、おはよう。なくちゃんはベッドで寝たり、ここで寝たり、うろちょろしてたよ。うろちょろしてたね。いつもおらんとこにピタッとさんなのにね。なんか楽しかったみたい。昨日はご飯食べても眠くて眠くて仕方なくそのまま寝ちゃいました。ちなみにゆるりさんはベッド OK。天気、やっぱ硫黄の匂いがするね。ねえ。うん。そんだね。ね。という朝です。まだ5時半。早くに過ぎて、早く起きる。6時になったら温泉に行きましょう。6時から温泉って。6時から。私、お風呂に行ってきます。いいですか？今日は大浴場に行ってきます。衝撃的な事実がね、1個分かりました。太りました。久しぶりに体重測った。2、3キロ増えてた。私も太ったんだよね。あなたはどうでもいい。なんでやねん。6時35分。6時35分。お食事まで1時間あるんでね。お散歩行きましょう。はい。鍵がないのって意外に煩わしくなくていいね。持って行ったとか、そうだね。忘れたとかさ。散歩バッグ忘れちゃったけど、なったよ。こちらを借りてきました。涼しい。オラは引っ張りたまえのみだと。ミスティーンでも言ってたよ。ケーブルカーの駅だ。上郷羅。しんど。微妙に階段じゃないところも斜めだからさ。ああ、なんか昔ながらの。駅もめっちゃ斜め。観光客1時間4回ぐらい。ペットは専用ケース内でお連れください。うん。ケースがねえわ。
ぐるっと坂、外国のさ登山鉄道みたいなさ、うん、泊まってた時に何回か通ったんだな、全然気づかなかったな。第二駐車場100メートル先、100メートル走の100メートルか、100メートル走すっごい走らされたの、私足遅くて。先生がさ、10秒切るまで走りなさいって言って。そうだよね。え ?100 メートル10秒切るまでって、お前オリンピック選手か。あ、50メートルかな。え?どっち ?50 メートル?あれ。世界記録更新か。そうなん?じゃあ50メートルかも。第二駐車場って書いてあるわ。結構広いね。さあ、どうやって出すのか。タオルもあんだ。垂れりつくすりじゃないか、これは。大丈夫。ラーメン食べたい。はい、オッケー。ご飯の前にお風呂に行ってきますね、ロンちゃん。行ってきます。めっちゃ良かったです。うん、貸し切りだった。すっごい綺麗。クリーム色っぽいタイルだからさ、すっごい広いっていうわけじゃないけど、うん、景色が見える温泉なんだよね。女湯ってさ、割と目隠しすごくされててさ、景色見えないお風呂もあるんだけどさ、男湯もグリーンだったのかな。グリーンじゃなかった。景色見なかったの。見たよ。どうだった。山そうなんだ。強羅の温泉は美肌になるらしい。パクちゃんも美肌、交互期待だね、うん、顔に結構塗ってきましたけど、うん、どうかな、うん、ついに来ました。時刻は7時30分、朝ごはんです。お腹は昨日のがね、若干残ってるんだよね。あ、本当？私は減りました。適量食べてるからかな。おはようございます。お席。これ明太子だな。明太子だ。ポイント高い明太子だ、うん。バラのり、麦ご飯。麦ご飯最強説あるよね。これは白米最強説だ。やばいな、これ。なんか少なめにでしょ。それ食べる気でしょ、全部。いただきます。じゃあ何からいただこうかね。味噌汁か。あなた味噌汁行くよね。そう、このね、箸を湿らせたいの。あ、そういうこと、うん、みりん干しみたいな感じこれ。美味しそうだね。醤油いらないね、多分ね。いらない。ご飯が吸い込まれる。身が厚くて、美味しそう。脂乗ってて。あ、パンうまい。すごい美味しい。小鉢も美味しい。ご飯かけご飯とろろもあるのに。ちょっと待って、これは絶対足りないな。やばいな。卵だけ最後残る可能性がある。それでだって一膳まずなくなるでしょ、うん、これとこれで、うん、いや、サバでさ、もう一膳なくなるの。サバすごいでしょ。ボンジュール、サバ湯豆腐まで熱々じゃん、こんなの。あ、絶対熱いな、これ。うまい。熱さも大丈夫。そう、これも薬味として使っていいだろうし、昨日の、ね、牛肉にはぴったしあったけど、やっぱ相性がある、うん、豆腐にはこっちの方が合う。あ、考えて出されてる方が合う。お肉にはすごい気があったけど、ハクちゃんが移動して何つけたの？柚子胡椒のみ？うん。ねえ、なんでオンリーなの？だから昨日教えたじゃん。やっぱね、これが一番おいしい。パワーでいいですか？トロロタイム。トロロ食べよう。まだこのままだね。味ついてる？こっからいろいろあるんでしょ？いろいろありますよ。わさび、わさび。そこまで辛くない。ビーガンバ。これ本命明太。うん。満点。
トマトうま。おしゃれだね。うん。これひょっとしてスプーンで食べるのか。ちょっと癖がある。大人の味でしょ、みょうがだから、うん。苦手ではないけど。忙しい。おいしい。わさびうま。麦飯がいいね。今日はどっちかと優等生だね。くるみごまだれ美味しい。合うでしょ。うん、すごい美味しいね。もうこれ最後です。あなたのおかわりはない。まだあります。ちょっとこしょうゆを、醤油に卵かけご飯の完成です。二人で収まってる。まさか二人で収まると仲いいないことで、はぁ、あとヨーグルトで終わりだ、はあ、満足してないでさ、ロンちゃんたちの取ってきてよ、お魚、野菜と魚だって。スペシャルチョイス、タケとさ、なんか2種類あるのね、お魚。そうなの。見てこの彩り、2種類あったよね、一緒に入ってた、うん、またスープかけてあげて、じゃがいもとミンチ、じゃあ今日もおはようございます。今日も楽しみましょう。お座り。お座り。いたぞ。うん。美味しかったね。今日はデザートなしでいいかな。あなたはヨーグルト食べるくせに。ああ、分かって、デザートで取ってくる。俺がヨーグルト食べていいですか。ローズヒップのソース。ラズベリーじゃないの。違う、違うと思うよ、うん、ローズヒップだから。ローズヒップって何だ。美容にいいんだよね、確か。紅茶とかあるよね。ちょっと酸っぱい。あ、そうそうそう、酸味あるよね、うん、おじさんは完食です。美味しい、さっぱりしてる。そう、さっぱりしてるよね、うん、ヨーグルト取ってくるね。はい、どうぞ。デザートまでしっかり食べます。しっかり堪能です。もう今日はフィニッシュで。もう何もあげない。もうフィニッシュでお願いします。美味しかった。食べ歩きなんかできないんじゃない？そうなんだよね。10時チェックアウトがまだ1時間50分。じゃあその間、千本ダッシュしてお腹減らして。ごちそうさまでした。リモートでなんか食べるっていうのはむずいな。ね、ハクちゃん。チェックアウトの時間でございます。チェックアウトはですね、事前にクレカ払いをします。今これ注文にですね、宿代はもうあの予約の時に払ってるクレカで、追加分、うん、お風呂代と飲み物、これに入湯税が必要になります。6240円が請求額と。ネットショッピングみたいな感じで今ここで現金で払う人は下で現金で払います。完了しました。今支払い終わったので帰りにこの QR をかざして終わり。支払いしてなければ多分チェックアウトができないってことだ。あ、そう、これが通る、うんうん、というわけで領収書くださいと言って終了と、はい、ゆるり箱根ウィズドックスさん、お世話になりました。ありがとうございました。こうか。おお、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。しましたので、お宿代の発表でございます。宿だけですね、33,440円、事前決済1人17,720円かな、うん、ただ1800円引きです。インスタのコードを入れると1000円引きになる。キャンペーンとかじゃないの、うん、期間とかあるんですよ。でも12月とか書いてるよ。あとは前回ゆとりろさんと泊まった時にポイントが貯まったので、うん、それが800円分使います。なんで1800円引かれて31,640円。それと別に入湯税とお風呂代とドリンク合算すると値引きなくてちょうど4万円ぐらい。うーん、すごい良かったね。貸切風呂使って4万ジャストだからね。そうだね、悪くないね。気になった点ありましたか。なんだろうな、お食事も意外にボリューミーだったしな。トイレと手を洗うところが離れてるって言ってたよね、あなたは。あ、そうそうそう。ほら、普通トイレってさ、流すとここに水ジャーンって出てくる。古いトイレね。トイレ行った後、部屋をスタスタ歩いて、ここに行かないといけない。
俺だけなのかな。それぐらいしかないんだよね。おばさん手洗わないですか。家でもね、トイレで洗わないから、流しで洗ってるから。あと貸切風呂にケロリンがなかったってことでしょ。ケロリンよりも椅子だね。てかそのぐらいしかないんだよね。階段気になる人は気になるから。ああ、おばあちゃんとかね、登ってたけど、ね、年齢によっては気になるのかな、うん。荷物はスタッフさんがね、すごい率先して持ってくれる感じだから、うんうん、あれなんだけど、良かった点は？あえて良かった点っていうのもな、それ以外全部だよな。ハクちゃん用のベッドみたいな。すごい気に入ってたよね。お部屋当然ピカピカだしね、うん、ミルク飲めるしね、うん、おやつはクムクンできるしね。ワンちゃんにとってはすごい楽園だと思うよ。ご飯食べ放題より秋とかいいだろうね、多分。で無料だからね、君。ちょっと考え直した方がいいかもしれない。ちょっとはもらった方がいいかもしれない。登録してるから無料で、本来ちゃんと設定されてるんで。ありがとうございました。これから湯本に行きましょう。湯本に。レッツラが。ご視聴ありがとうございました。ゆるり箱根ウィズドッグさん。小型犬のみのね、お宿でございます。一応ワン様にもあったんだよね。まあ、しかもご近所だったよね、まあ、おしゃべりしてたら。まあ、サッカーの視聴者さんと一つ屋根の下。びっくりしたよね。季節はね、新しいんだけど、綺麗でしたし、うん。温泉最高だったね。楽しかったね。楽しいお宿でしたね、うん。部屋もいろいろとあるので、お金のある人はちょっとグレード上げてください。お風呂付きのお部屋あります。ぜひとも会員登録していってくださいね。ワンちゃん無料になります。やったね。というわけで今回はお宿でございました。次回は箱根の観光の様子です。湯本行ってきました。箱根といえば湯本。バイバーイ。バイバイ。